皆さんこんにちは。タレントのリューチェルさんこと比嘉龍司さんが7月12日東京都渋谷区内の事務所で倒れているのが見つかり、間もなく死亡が確認されました。警視庁は自殺を図ったとみています。ネット上では急すぎて信じられない、衝撃すぎるし信じたくないなど驚きや悲しみの声が寄せられています。そして7月15日歌手の和田アキ子さんもリューチェルさんへ追悼の言葉を残しています。しかし和田アキ子さんは過去に LGBT 差別などで世間から批判されていたことも、今回はそんな和田アキ子さんの過去の炎上話や和田アキ子さんからリューチェルさんとペコさんに対して語られた言葉をご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。和製 R&B の女王、なにわのゴッド姉ちゃん、悩み無用、巨大など、とにかく豪快なイメージですっかりお茶の間に浸透した歌手和田アキ子さん。当時としては珍しい大柄の女性、大阪弁、ユニセックスな雰囲気でモダンで個性的な魅力を持つ歌手としてデビューしました。そんな和田アキ子さんが7月15日自身がパーソナリティを務める日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回に生出演し、12日に休止したタレントのリューチェルさんについて言及しました。言葉がないですね。27歳、これはでも元奥様のペコ、親族や友人への取材、憶測での記事掲載、どうか控えていただきますようよろしくお願いします。リューチェルさんにはご冥福をお祈りします、と語りました。続けてそっとしてあげるのが一番、残されたものとしていろんな理由があってこうなったんですけど、そっとしてあげるのも大事、一番辛さを分かっている、残念な結果ですけどご冥福をお祈りするだけです、と亡くなったリューチェルさんに対して、そしてペコさんに対して神妙に語りました。ペコさんはリューチェルさんの訃報を受け、13日に息子のサマースクールのため滞在していたグアムから緊急帰国し、 SNS 上でコメントを発表しました。ペコさんは7月12日に連絡を受け、全く現実とは思えませんでした、とショックをあらわにしました。皆様からご心配、そしてリューチェルのことを温かいお言葉とともに世間の皆様にお伝えしていただけること、本当に感謝の気持ちでいっぱいなのですが、どうか私たちの大切なまだ小さい息子もいます、そっと見守っておいていただけたらと思います。親族や友人への取材や憶測などでの記事掲載もどうか控えていただきますようよろしくお願いいたします、とコメントしています。和田アキ子さんといえば過去に LGBT への差別を連想させるような発言が飛び出したことでネット上で批判の声が続出したことがありました。2020年6月14日に放送された「アッコにお任せ」で複数女性との不倫報道で芸能活動を自粛したアンジャッシュの渡部健さんについて特集が組まれていました。多目的トイレでの不倫が話題に上がる中、ゲストの IKKO さんは多目的トイレの女みたいになって3分で感情なしに1万円で返されて、これはいつもの不倫とちょっとパターンが違って性のはけ口に、と女性側の立場でコメントをしていました。また和田アキ子さんも女をバカにしてるっていうか、と今回の騒動に言及。しかし続けて IKKO さんへ、ちょっと私とあんたが喋ってると変な感じするね、と漏らしました。和田アキ子さんのコメントを受けてスタジオが笑いに包まれ、 MC の峰竜太さんからは女っていう立場ですからといったツッコミが。すると和田アキ子さんは、立場は女で私は本物の女よ、と自身が女性であることを強く主張し、私と IKKO はちょっとどうしたんだろう、なんか自分でも変だもん今、と動揺しているかのような表情を見せました。悪気なく自身を本物の女と話す和田アキ子さんでしたが、視聴者の目には IKKO さんを差別しているかのように映ってしまいました。ネット上には IKKO さんとのやり取りで私は本物の女って発言が引っかかるな、悪気はないんだろうけど結局そういう線引きみたいなのしてるってことなんだろうな、差別じゃないと感じてしまった、そこに彼女の本質が出てるのでしょうね、とても残念、IKKO さん傷ついてるだろうよ。IKKO さんに対して
女性ではない前提で話すの嫌だな。無意識に人を傷つけてるよ。アッコさん、一光さんも女性だろ、ふざけんな、などと怒りや悲しみが入り混じった。さまざまな反応が寄せられました。しかし同日の放送内で和田アキ子さんは一光さんへ、同じ女同士と話す一幕もありました。あくまで番組内のやり取りはネタで、変な感じがすると言ったのは普段から男扱いされている和田アキ子さんが自身に向けたコメントだったのではと芸能関係者は後に語っています。今でこそこの LGBTQ+ という言葉が世間に浸透してきて、性の多様性において議論されるようになってきましたが、なかなかデリケートな問題が多く、まだよく知らないという方もたくさんいることと思います。2020年のこの番組内での会話も、和田アキ子さん自身大柄で男性のようだと例えられてきた人生だったと思うので、出た言葉の一つだったのかなとも思いますが、このようなナイーブな話題に触れるときは細心の注意を払う必要がありそうですよね。リューチェルさんもテレビなどで見かけるようになった当初、ペコさんと一緒にお人形のようなカラフルで可愛らしい格好で出演し、女性らしい言葉で自身を表現していたことが当時はとても印象的でした。そして2016年12月28日にペコさんと結婚、18年7月11日には第一子となる男児が誕生しました。二人は結婚当初から早く子供が欲しいと語っており、その念願が叶って世間でも応援する声であふれました。父親になるんだから責任感を持っていかないと、仕事も僕が頑張ると語り、育児に父として奮闘していたリューチェルさん。しかし2022年8月に法的な夫婦関係を解消し、今後は人生のパートナーとして暮らしていくことを報告。夫らしく生きていかないといけないと自分に対して強く思ってしまっていたリューチェルさんは、本当の自分と本当の自分を隠すリューチェルとの間に少しずつ溝ができてしまったことが原因で、夫や父親の肩書きがあることでどちらの肩書きにも合うようなキャラを出していかないといけないと思い、だんだん自分では抱えきれなくなってしまったそうです。世間からはジェンダーレス男子というような形でだんだん有名になっていったリューチェルさんでしたが、結婚し子供もでき、イクメンの様子がメディアで放送されていたことも相まって、リューチェルさんの性別にとらわれず自分らしい生き方をしていく新しい家族の形はあまり受け入れられていませんでした。これが今回のリューチェルさんの突然の死に関係しているかどうかは分かりませんが、実際離婚した頃から特に誹謗中傷が多く、長い間リューチェルさんとパートナーのペコさんを傷つけてきてしまったのだと思います。なかなか難しい問題なので簡単に言葉にすることはできませんが、今は少しでもペコさんと息子さんがゆっくりと過ごし日常を取り戻せたらと思います。リューチェルさんのご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。